毎週ですね、いろんな方に話を聞くという生配信をやってるんですけれども、今回も素敵なゲストの方がすでにスタンバイしてくれております。今回はゲスト、チャイムの赤プルです。どうぞ。どうも皆さん、こんばんは。私、茨城出身の赤プルです。おめえら、いつまでも調子に乗ってるねかんな。ということで、茨城県からやってまいりました、赤プルです。よろしくお願いします。ちゃんと、藤井さんの、ライブを見ながらやりたいなと思って、ね、スタンド仕様にして。チャットを見ながらっていうことね。はい、やらせていただきたいさなすと。がやな。前回松岡さんはな、ほんま、ズームすいまのせんで参し加人た。数を見て誰も見てないと思ってたからな。そうなんですよ。いや、本当に、旦那ちょっとの松笑い声岡入ってさん。ますよ。ちょっと向こう側で、足ブルブルのマッサージやりながら。いやいや、勝ち組やな。でもね、藤井さんと話すのちょっと怖かったんですけど、なんで？なんかいつも辛辣なツッコミされると思ってたんで、めっちゃ怖いと思って。で、このお笑いスキルのないアカプルが、ちょっ藤井とさんと待っ対峙て、したら、辛辣やった、俺いつも。すごい怖かったです。なんかいなんつもこう、で？ぐさっていう、なんかこう、刀で切られるみたいな、ぐらい多分に。俺はそれは切りに行ってたからやと思う、赤プルを。こたれないからですか？いや、覚えてるかどうか知らんけど、よくライブとかのエンディングになると、全然関係ないのにずっと MC の横に立ってたよ。で、俺すげえ邪魔やなと思ったから切りに行ってたもん、そうですよね。そうか、だから、あのツッコミがあって成立してたところはあったかもしれないですけども。ありがとうございます、本当に。河村さんまたスパチャくれて、レッあ、ドカーペットで嬉しい。赤プルさんは今田さんにめっちゃハマってたイメージです。多分今田さんにハマってたんじゃなくて、カメラさんが、よくなん足からか、ね、こう取ったりとそうなんでか。すよ。スケベだったんじゃないですか、カメラさん。それで、なんかそういうのがちょっと定番になったので、私はあれでまあ嬉しかったんですけど、意外と私の味方してくれる男芸人が、あれ邪魔やな、ネタの面白さ半減するみたいなこと言ってくれたりとかして、あ、そうなんだって思って聞いてました、私。そうなんや。あれはあれで面白かったけどな。あれで、そと、あの、うん。と、レッドが流れていくときに、ハイヒールでこらえるところでしょ？そうですね、あと、ちょっと恥ずかしくて笑っちゃうところをいつもマネージャーに怒られてました。あの時間、なんですか、なんか、みんなやるじゃないですか、こうやって。とか言いながら去っていくじゃないですか。私ちょっとやりきれなくて、なんかもうありがとうございましたみたいになっちゃって、なんかおばさん。でもありがとうございました。見てもらって、そのありがとうござ時いはもう太田プロ？ます。あの時は、フリーで出たんですけど、途中から、太田プロです。なんか、荻野さんが2004年に渋スタに出演した時に声かけてたんですよ。太田プロのマネージャーさんが。でも、フリーでいた方がいいって、いうふうに言われてたので、誰に言われててん、そんなこと。フリーでいた方がいいんだと思ってたんで、入れ知恵する人がおったんや。で、ちょっとこれ、もう名前結構明かしちゃってるんですけど、本人はすごく嫌がるんですよね。私がその、いろいろアドバイスいただいてた先輩。誰ですか？あ、いつここの山田さんなんですけど。ウィキペディアに載ってたやろ？赤いプルトニウムの名付け親なんでしょ？なんですよ。で、もう、滑っても気にするな、空気読まなくていい、手上げにも出なくていいからっていう感じで、そのお笑い界を全く知らなかった私に、なんかいろいろアドバイスをしてくださったので、本当にもう恩人ですけど、お笑い始められたのも山田さん、そう、今に至るまで、本当にありがたく、アカプルをやっていけるのもそのスタートがあったからで、ちょっと感待っ謝て、してます。もともと、レディースだったんでしょ？まあ、茨城時代の話をすると、まあ、そうですね、まあ、レディースがうちの地元になかったんで、立ち上げって話はあったんですけど、でちも、ょっと待って、立ち上げメンバーっていうこと？そうです、そうです。でも、隣町の姫間会っていう、下妻ごのめん、何かい？姫間です。あ、お姫姫間様か。の姫に、悪魔の魔に会っていう、姫間会っていうのが、まあ、八千代下妻あたりにこうあったんですけど、で、なんか、調子こいでな、石黒やつら調子こいでなってことで、何が姫もうまなんかいか、だ、この野郎っつって。いや、でもなんかそこまで対立するような、私らもそんな、やってやるよとか、みたいな感じででもなも、かったんで、こっちが立ち上げるっていうことは、それは敵対するとしてやそうです、そうでるす。でしょ？だってさ、それ仲良くしようぜで立ち上げないじゃない、そんな。そうですね。だからなんかそういうんで、私らは、なんつうんですかね、揉め事を起こすぐらいだったらやめとくべ、みたいな感じの、そんななんかもう、なんつうんですかね、まあ、先輩らの代から、もう代々いつもレディース立ち上げる話があるけど、シゲにはレディースできなかったんですよね。なんでこう似たようなことやってたっていうか、で、コギャルっていうのが流行り出した時だったんですけど、エッグとか、
新が流行りだした頃。でも私たちはキャンプロードとかで読んでたんですよ。キャンプロードとかティーンズロードとか読んでたんですけど、そういうのは、まあ、中学からまあ高校にかけて。ちょっと待って、その自分たちのレディースのグループはなんていう名前なの、それ。中学の時は文学非道っていうグループ目をつけて、めちゃくちゃ悪い名前みたいな。極悪非道、私ら極悪非道とかやって、なんか極悪非道はあの感じそのまんま。あ、そうです、そのまんまです。で、中学時代に、中学の時に立ち上げたレディースを、うん、まあそうですね、まあでもそのまあそうですねじゃないわ、うん、そういう本当のチームじゃなくてつるんでた友達らで、何人ぐらい、まあ、冗談チックにやってたっていう感じですかね。だから10人ぐらいですかね。でも仲間割れしてって最終的に残ったのが、まあ、6人ぐらいだったんですけど、うん、仲間割れしてね。私もともとそんなに不良っぽくなくて自分は優等生だと思ってたんですけど小学校の時とかは、まあ、学級委員とかやらなかったんですけど言論大会に行ってたりとか、へえ、まあ、目立ちたがり屋だったんですけど、小学校卒業した時に親友だった子からと担任だった先生から、ゆうこちゃん不良にならないでねって言われたんですよ。あら、そんなかけらも1ミリもないと思ってたんですよ。不良ってちょっと軽蔑してたっていうか。だけど中学に行ったら、やっぱ人間関係で悩むんですよね。小学校の時目立ちたがり屋だったから、うん、人気者だと思ってたら、小学校3年生ぐらいから急に集団仕方に会うんですよ。うわ、嫌だね。人気者だと思ってたら誰からも口聞いてもらえない日、朝を迎えた日があって、うわ怖っ。おはようって言ってもあれおはようって言ってもらえないみたいな。でもある日突然ってこと？ある日突然です。そういうのが、まあ、グループ内で収まる時もあれば、うん、クラス全体になったりもしたりとか、でそれがずっと続いていくんですけど、多分調子乗ってたんですよね。で結構真面目だったんで、お前ら調子乗ってんじゃねえからなって言いながら調子乗ってた方なんや。調子乗ってんじゃねえかなっていうのは、私がまあ中学時代に大人から言われて、大人から言われた言葉だったんですけど、だから中学校、学校にカッパチクとか投げて遊んでた時とかに、ダメだよ、お前らいつまでも調子乗ってんじゃねえかな、先生が言うんですよ。で中学の時もなんか結構親友だと思ってたこと、うん、私の好きな人問題で揉めてそれで気がついたら、その一番の頼りにしてたグループ、部活のグループからも完全に仕方されるんですよ。うん、で何の部活？あ、バスケ部です。部活で仕方されるってめっちゃしんどいやん、そんな。そういう人との人間関係に悩んで、いじめみたいなことがあったんで、うん、結構心折れてた時に、うん、私は小学校の時にちょっと嫌だなと思ってた不良のグループの子から、うんうん、よく誰かにやられたのけみたいに言われて、そんでなんかこう救われて、その子に。あら、助けてくれました。うん、でそのグループに入って持ち前のリーダーシップをそこで発揮していくっていう感じで、持ち前のリーダーシップがそこで発揮されました。持ってらっしゃいました、それ。ん、リーダーシップ持ってらっしゃったんですね。持ってたんですよね。だから小学校の時は調子こいて目立ちたがり屋だったんで、うん、あーだこうだ言って目立ちたがり屋の上なんかみんなに意見したりするから多分嫌われたんだと思うんですけど、今はもうちょっといじられてたと思うんですけど、はいはいはい、今も仲いい友達らがいて、なんかすっごい楽しかったです。だからあのいろんなことが結果楽しかったやん。高校入って本格的にまたレディースやるんですか？じゃあ、まあ、男のグループと一緒にやったみたいな感じなんですけど、自分らのバイクを持って改造して、うん、本当に女だけでつるんでやってるっていうよりかは、うん、なんかあの彼氏とか あのチームとかに入って一緒にケツに乗っかったりして、うん、あのギャなんて集会に出てたみたいなですか、ね、それはなんていうグループの集会に出てたんですか？あ、それはね、いろいろなんか男が変わるたびにいろんな参加するんですけど、最初はだから地元の毘沙門天だったりとか、毘沙門天、毘沙門天っていう、はい、チームがあるんですけど、ブラックエンペラーの有名やなんか2個上の総長って人と付き合うんですけど、16歳の時に、そこは本当にギャラリーだけで行ってたりとかして、うん、でその後つるむのは筑波の騎兵隊っていう、騎兵隊、はい、いうとこかな。でもね、そうですね、まあ、いっぱいジョーカーズとか、なんかあのスペクターとか、地域によってみんな仲いいんですけど、レディースは対立するのに、なんかその男らグループは一緒につるんで走るとかあんまなかったと思うんですけど、対立しなくてみんな仲良かったなっていうイメージ。もうあれなのかな、その、うん、一昔前に構想してた時代終わったのかな、じゃあ。うん、それもあったかもしれないですし、うん、私らはいろんな男らと遊んでたから、いろんなこう、うん、地域のグループ、うん、グループと遊んでたから、あの君らの夫婦は元彼とか元カノのこと言いたがるな、ほんますぐ
目の前に相手がいるというのに。そうなんですよ。だってどういうセックスしてきたのとか言われますか。これ椅子が倒れるやつやったらこけてたわこれ。あ、すいません、なんか、うん、そんな聞く、そんなこと。なんか聞かれたので、うん、結構普通に答えてたらそれがハマったみたいです、松岡さんに。おもろい女芸人やなと思ったんじゃないですかね。興奮する言うて。いつの間にかそういう私に惹かれちゃったのか知んないですけど、うん、やりたいと思ったんじゃないですか。いけると思ったんやな。完全に俺でもいけると。自分でもちょっとやったでとか、ファンクラブがあったんやとかね。うん、こういうので、あ、そうなんだと思って、うん、私ちょっと残念ながら、スナックで働いてた時期が長かったんで、現役のボキャブラ時代を見逃しちゃったんですよ。ああ、ちょうどな、営業中やったから、はい。はい、ちょっとお笑いをあんまり勉強させてもらわずに、お笑い界に入っちゃって。うん、そんなさ、そうやって、まあ、レディースとかって、いや、暴走族とかと付き合いがあったわけでしょ。うん。あ、江戸紫の磯山くんの店があるとこやん、石毛って。あ、そうです、そうです。そうなんですよ。石毛ってどっかで聞いたなと思ったら、そうやん、あのラーメン屋があるとこやん。そうなんですよ、うん、伊勢山さんはだから共通の友達多くて、うん、あ、そうなんや、うん、で私結構お笑い界の先輩って結構怖いと思ってて、茨城の縦社会より怖いなってちょっと思ってたんですよ、うん、なんかお笑い界でヘマしたら茨城の方が怖いよ。それは茨城の縦社会って誰かにケツ持ってもらえばいいみたいな、なんかそういう考え方があるんで、あんまりケツ持ってもらうとか言わないんだよ一般の社会では。そうですか、うん、そういうちょっと個性とかあるかもしれないですね。なんか結構強い男とばかしつき合ってきちゃったから、うん、あの女には手出したらやばいみたいに総長とかと付き合ってきたからな。まあ、そうなんですよ。だからこう思われたかったりとかもあったんで、うん、じゃあ今の旦那が一番権力ないな、ほんなら。でもお笑い界では、うん、私の中ではだいぶ先輩だったんで、まあ、持ってもらえるってんじゃないんですけど。いや、でも先輩でも尊敬される先輩と別にされてない先輩がいるじゃない、だって。なんですよ、やたら先輩風吹かすんですけど、それをできるなんか行為をちゃんとしてますかと。それを聞こえましたか。なんか今声聞こえたな、うん、俺の話はいいよっていう風に言ってますけどね。ごめん、ほんでちょっと話戻しちゃうねんけど、なんでさ暴走族とかで、まあまあ要はこうそんな青春時代を過ごしてたわけでしょ。はい。なんでその人が急にお笑い芸人になるわけ。いや、私もそれが不思議なんですけど、でもちょっとはしょって話しますけど、私そんな、いや、はしょらないでよそこは。そこを聞きたかったんだよ。あ、そうですか、うん、なんかめちゃくちゃなんか強い男に憧れて、うん、なんかこうスナックで働き始めるんですけど、10代、何せ当時はこれっぽい性格で、なんかお客さんとも恋愛に落ちてしまうこととかもあって、でなんか昔から憧れて、彼氏がいんのにっていうこと。あ、そうです、そうです。ダメじゃん。ダメだったんですよ本当に、うんうん、でママにも、ゆう子は客と遊んでんじゃねえよって怒られて、でも好きになっちゃうから、うん、なんかその口説かれたら本当についていちゃったりとかして、うん、っていうのが何回かあったんですけど、まあ、でも当時やってる彼氏で許してくれたとかもあったんですけど、今そのちょっとこうかっこいいなと思ってた先輩が遊びに来たら、その先輩はもう本物の世界に入っちゃってた。で、道具服に入ってた男ってみんな本物になるか、足を洗って道具作業員になるか、どっちかの道みたいな感じなんですけど、そう、本物の道じゃない男と付き合ってたんですけど、これまでは、うん、できるならね、真っ当な道にみんな進んでほしいよね。そんな、なんか私結構いろんな職業のところと付き合ったんですけど、みんな日課っぽく書いてたんで、なんかそういう男が多分好きなんですけど体力仕事する男が好きなんですけど、うん、その人は本当に初めての本物の人だったんですけど、うん、でもなんか本物の人って素人には手を出さないと思ってたし、うん、なんかまあ穏やかに過ごしてたんですけど、うん、なんか気がついたらやっぱり DV 的な感じもあって、うん、なんか抜け出せなくなって。それがもうおいくつの時。これでも20歳過ぎてました、この時は。もう21ぐらいです、うん、いやいや十分早いよ。そうすか、壮絶人生やな。いやいや、それでその男と付き合って、うん、自分が自分の意思で生きられなくなって、でもうその男に殴られないように生きていくにはどうすればいいのかなとか。いやー辛い、うん、うん、もう結構やっぱそういう人と付き合っていくと、うん、洗脳されていくっていうか、ほうほうほう、なんか自分の意思を持たない人間になっていくんですよね。だんだんね、こう視野が狭まっていくんのよね、うん、どうしたらこの人から、この日一日この人の機嫌を損ねないように、殴られないように。なんすよ、うん、結構理不尽なことばっかあったんで、でなんかあるったら道具持ってこいつわれるし、うん、これで道具持っておいて、どういうこと。なんか指を落とす道具があるんですよ。
で、私、本当になんか、脅されてきてたんで、その時は。で、本当になんか毎日殴られるから、家もぐちゃぐちゃになるし、殴られた頭が、そのまま壁に、頭が持ってかれて、脳震盪を起こして、なんか、私がいつも、毎日のように。いや、それ、笑いながらする話しちゃうで、それ、全然。で、本当になんか、漫画で、漫画でよく、なんか、のび太くんとかが、こんな、キラキラキラみたいなじゃないですか。あるあるある。で、どういう意味か分かってなかったんですけど、あ、本当に頭の上星回るんだなって。で、なんかそんなことが毎日続くわけですよね。その世界で生きていこうと思ったりとかして、何度も決意はするんですけど、やっぱやばいと思って、逃げ出して。別に逃げるの恥ずかしくないよ、全然。そうですか、今も逃げるの恥ずかしいと思って、お笑い界にしがみついてますけど。いや、また話が変わってくるわ、それ。それはちょっとまあね、その時は本当にそういうちょっとあの恐怖の中にいたので、で実家に帰ると、今度まあ実家が落とされるんですよね。で、うち寿司屋やってたんで、一日の商売できなくしてやっかんなとか、ああなるほどね、うん、あもうだからもう家もバレてるし、まあそうですね、まあ、地元の先輩なんでね、結構いたんですよ、私の周りの友達でコンビニとか経営してる女友達後輩がやべえ男と付き合ってその店潰されたりとか、結構周りでそういうことがあったんで、なんか本当に歯向かってると家族が傷つけられるなとか、いやいわばさ、そのコミュニティが小さいからさ、そういうことが起こり得るのよね。そうなんですよね。で、実際付き合い始めて私に連絡してきた仲間、まあ、男友達が殴られたりとかして、帰り血浴びて帰ってきたりとかして、てめえのあの仲間が、いやめちゃくちゃやん、うん、そう結構むちゃくちゃなところに、うん、なんか放り込まれて、これまでは、うん、なんか強い男に、ま、守られてきてると思ってたのに、うん、それでも結構殴られたりとかあったんですけど、やったんかよ、までは借金されるか殴られるかみたいなことをずっとこの10代から付き合ってたところにされてたんですけど、うん、20代に来て本当にでかい人、でかいこう山が、でもどうしようもなかったんですけど、うん、家族とかも巻き込んでどうしようもない、うん、なんかこの自分のこの人生終わりにしようかなみたいなところもあったんですけど、でもそこまではちょっとでなんか、ね、最終的には母親が守ってくれたっつうか、母は本当になんていうか迎えに来てくれたけど、暴力を振るわれる私の姿と、うん、私がやっぱ母親になびくと男が何すっか分かんないから、てめえ何しに来たんだよ、帰れっつってんだよみたいな、母にそういうこと言わなくちゃいけない状況かな。お母ちゃん来ても彼氏が赤プルを殴るってこと？そうです、そうです。いやめちゃくちゃやん、怖で、うん、なんか私がなんかその母を追い返さないと家族もろともやられるから、ああなるほど、もうこれは私がこう被るしかねえな、当たり前自分がね、もう巻いた種だから。で結局、うん、まあその私がまあそのね、家に帰って何回かあったんですけど、結局連れ戻されるとか、自分から自らやっぱりもうここにはいたら人に迷惑かかったらと思って戻ったりとかってことも大切なかったんですけど、もう本当にちょっと自分が生き方を変えなければ本当にみんな巻き添えだな、こうだなと思って、結局はなんか母が迎えに来た男に対して、もう私のこと殺してから娘を連れてけみたいなことを、なんか結構体張って守ってくれたっていうのもあったんですけど、すごい、そうなんですよね、母がね本当にそうやって命がけで、うん、私もなんかその母のことを知らなかったんですけど、その、うん、そんなことが出来事があったことを知らなかったんですけど、家族を守るためにはそこまでしないといけないのかなって、なんかこう、うん、今まではなんかおめおめとなんか逃げ帰ってたんですけど、うんうん、ここでちょっと残って家族を守るしかないみたいに思った時に、うん、別の事件でその人がなんか違うところに行っちゃうんですよね。壮絶なラスト、高い塀の向こうっていうことですか。そうですね、だからもう、うん、はい、そうです。濁さず言うと今おっしゃった通りのところに行って、いやじゃあもうそれでその時にまあ一安心じゃないけど、まあそうですね、うん、だからあなんか自分が想像した以外のことが起こったなみたいな。でしょ、なかなか芸人になるべくして行動した話にたどり着けへんけど、その後どうすんの。そんで藤井さん、やっぱりこっからなんですよ、人生蘇生しますよね。自分としては母の強いなんか思いで自分が蘇生させてもらったと思ったんですよ、2回目の命をもらったみたいな、うん、ああまあそうやんな、うん、実際もう本当にボロボロになってるところをお母さんが助けてくれたわけやんね。そうなんですよね、でも本当ありがたいなと思って、